はい、ゆっきーでーす。今日はですね、新しくまたしてもポケモンカード買ってきたんで開封していきたいと思います。今回買ったのがこちら、強化拡張パックの新たなる試練の向こうというやつですね。買いました。で、これがボックスで買ったんですけど、ボックスが、これ何枚入り？何パック入り？ 20 パック入りですね。20パック入りのやつと、で、プラス、1、2、3、4、5、6、7、8パック買いました。これで、全部で4500円。5500円か。5500円でした。高いです。非常に高いですね。まあ、1パックあたりいくら？ 1 パック、いくらかが買った200円ぐらいだ。一泊200円ぐらいだった。強化拡張パック、新たなる試練の向こう。230円プラス税なんで250円ですね。一泊あたり250円。でね、開封していきたいと思います。とりあえずこれはもういいや。こっちから先に開けるか。こっちからね。ね、駿河屋でね、買ったんですけど、結構安かったです。普通にね、250円よりね、確か駿河屋で買ったんですけど、安かったので買いました、ね。ちょっと折れ曲がってる。折れ曲がってるっていうか、曲がってますね。あ、これもまたキラキラしてるんですね。アローラロコン。マダツボミ。弱点保険。アローラサンドパン。おぉ。基本等エネルギー。あ、でもここになんか説明文書いてあるね。あ、そっか、昔もさっきも書いてあった、前も書いてあったっけ。マイナス50度の冷気を吐く。アローラの老人は、ケオケオという昔の名前で呼ぶことも。アローラロコン。マイナス50度の冷気を吐くってもう、化け物じゃないか。完全に。完全に化け物じゃないか。イワンコなんだこれ。ヤブクロン。ソルロック。お、なんか当たった！あれ？これ来たんじゃない？アセロラー。なんかすごい。そういえば俺言ってなかった。基本透明で。やばい！言ってなかったけど、そう。これなんで俺このパックこんなに買ったかっていうとね、一つ当てたい商品があるんですよ。でね、今さっき当たったんですけど、こちら！このアセロラくんというね、アセロラくんではよ。女の子ですね。こちらがですね、なんと買取価格9000円という、超レア、めちゃ激レアというね。まあ、高いんですよ、とにかく。2番目に、ポケモンカードゲーム界で2番目に高いという。スーパー、高い、やつですね。で、今当たったんですけど、これ本当に ほんまもんかな。これ、ほんまもんかな？多分、ほんまもんだよな。あ、SR って書いてある。あ、レアカードって SR とかって書いてあるんですかね、これね。なんかね、このね、左下の方にね、ちっちゃくね、SR って書いてありますね。あ、これですね。あ、すごい。なんかね、ここがね、なんだろう、指紋みたいになってる。指紋みたいなね、指紋のね、模様みたいにね、ザラザラしてる。ダメ感が乗っている、自分のポケモン1匹とついているすべてのカードを手札に戻す。あー、なるほどね。サポートは自分の番に1枚しか使えない。こちらですね。
出ちゃったよ。いきなり2パック目で出ちゃった。やった、9000円ゲット。9000円ゲットなんで、やった。あんまりなんか、あれだな。実感湧かねえな。2パック目でいきなり出ちゃったから。なんか実感がほぼ全く湧かないんだけど。とりあえず出たからさ。あー、やった！ 9000 円ゲット！ポケモンカードの、ポケモンカードくじ、いや、宝くじ、ポケモンカード宝くじですね。9000円ゲット。やったぜ。やったぜ。やったぜ。早速売ってこようっと。もしかしたら、あれかもしれないですね。もっと高値で売れる。あの、ヤフオクとかさ、あれで売ったらさ、もっと高値で売れるかもしれん。マジで。超激レアだから。9000円だぞ。お前、この1枚が9000円だぞ。どうなってるんだ、日本は。日本はマジでどうなってるんだ。じゃあ、もう一回。ね、エレブ。モンメン、あ、このモンメンかわいいですよね、モンメン。超かわいい。結婚したい。ゴーリキー。え、アセロラ？あ、これあれか。これね、同じ効果でもね、あの、ほら、これと全然違うでしょ。これ実は同じ効果なんですよ。うん。効果は同じなんですね。ただ、グラフィックっていうか、この絵が違うのと、まあ、スーパー、SR だからスーパーレアです。これがスーパーレアなんです。これがいわゆるノーマルカード。ノーマルカードとかは、書いてないですね。ノーマルとは書いてないんですよ。基本アクエネルギー。アセロラ。アセロラがね、誰だかも全然わかんないんです。サンムーン、まだ俺、プレイしてるんですけど、途中ですね。まだ全然、全然途中なんです。ホエルコー、イワンコー、ルナトーン、アローラキューコン、お、アローラキューコンじゃん。かっけえ。うわぁ、かっけえ。アローラキューコンかっけえ。またね、後でね、まとめて、いくらになったかね、計算しますよ。これが楽しいんだ。後でね、現金いくらになるか。これが楽しいんだよ。はい。ヤドン。お、アローラキューコン。エレキブルー。あ、怪力 GX。これは何レア？ただのレアか。R かな？多分。レアは書いてないですね。あ、RR って書いてあった。ごめん。書いてあったわ。RR って左下にちっちゃく書いてありますね。いわゆるレアレアみたいな感じです。ただのレアみたいな。こちらが値段がですね、怪力 GX、なんと、たったの30円です。ゴミカスですね。これの、300分の1ですね。値段300分の1です。ゴミカス。うんち。うんちみたいなカードですね、これは。はい。やーとうもり。ネッコアラ。あ、ネッコアラ。なんかすっげえキャラだな。お、エルフーンじゃん。エルフーン俺好きなんですよ。え、ダストダス。エルフーンめっちゃ好きなんだよね。昔使ってたわ。エルフーンのググーンとアップするやつね。あと早いしね。早いっていうか。早いよね。素早いよね。確かに。アローラサンド、レディバー、マニューラー、マーマネー。このカードは自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えない。自分の山札を4枚引く。あー。まあ、劣化版まさきみたいなもんか。劣化まさき。まさきってカードクソ強いから、ね。いわゆる強欲なツボですから、ね。
ま、ニューラー、あー、ニューラーも結構好きなんだよね。マダツボミ、ホエルオ、カプ、カプブルル。これ伝説ポケモンじゃない？このカプブルルって。確か。カプコケコって言いたいよ。伝説で。はい。とりあえず半端なパックは全部開けました。それで。いや、でも2パック目でいきなりアセロラ当たったのにはちょっとあれだね。びっくりしたね。アセロラ。それではね、ボックス。さすがあれだな。駿河屋だな。駿河屋で買った甲斐があるぜ。まあ、駿河屋届くの遅いんです。届くの2週間ぐらいかかります。駿河屋ね、安定して遅いんだわ、あそこ。まあ、別に安いからいいんだけど。新品で買うより安いんで、いいんで。別に、俺は気にしてないから。君のデッキを強くする。お、全部カードリスト載ってる。全49種プラスアルファ。だって。だってを。ふぅ !1、2、一応ね、確認。3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20! やっぱり20パック。これで19パックとかだったら、クレーム入れたのに。シェ、すまんねん。シェ、すまんねんな。パカマダツボミー、ホエルコー、アローラサンドパン、びっくりした！また当たったらお前、億万長者だよ、これ。億万長者だよ、アセロラ。また当たったら俺、億万長者になれるわ、マジで。マジで、また当たったらお前、もうこれ買い続けるわ。そんなに出るんだったら俺、これ買い続けるよ。この動画さ、お蔵入りしてさ、誰にも知らせないようにした、してさ、お蔵入りにしてさ、買いまくるわ。錬金術。門面、ヨアシ、ソルロック、ドンカラス。腹減ってきたな、どうでもいいけど。バナナ、朝食2本、バナナ2本しか食ってねえけど。だからだろうな、絶対。はい、エレブ、ヤドン、あ、エルフーかわいい。まあまあね。まあまあねってどうでもいいけどさ。ポケモンみたいな名前だな。こいつ人間だろ。あ、アローラロコンかわいい。ヤトウモリ、レディアン。あ、マニューラじゃん。マニューラもかわいいんだよな。マニューラも可愛いんだよな。でも本当にあれだね、ポケモンカードは本当にワンパックで、レア絶対ついてくるとかではないんで。だから高いんでしょうね、こういうのってね。こういうレアレア以上のスーパーレアとかになると。ネッコアラ、サンド、ゴーリキ、ウツボット、しかも、絶対、ゴミカードがついてくるしな。エネルギーカードとかいうクソカードが絶対に1枚入ってくるという。だから多分、ポケモンカードってこういうさ、1枚9000円とかするんだよ。レディバー、イワンコ、お！これはアセロラか？いや、今の光り方アセロラじゃない。ホエルを、アセロラ来い！うわ。ルガルガン GX。あ、でもこれすごい。これあれじゃん。
こっちもそうだけど、このアセロラもそうだけどさ、これさ、あの、遊戯王でいうさ、レリーフじゃん。すごい、あの、実際にこう、擦ると、こう、キリキリキリっていう、あの、なんか、ギザ銃みたいになってる。ギザ銃みたいになってる。ルガルガン GX のこれなんだ ?HR! ハイパーレアだ、これ、あ、これ当たりじゃん。まさかのスーパー、値段は、うわ、800円。こっちスーパーレアで9000円なのに、こっちハイパーレアでさ、800円って。意味がわかんねえ。値段設定間違ってない？どういう理屈なんだろう？ 11 倍ぐらいの値段の差があるのってどういう理屈なんだろう？あ、また当たってる！ヤブクロン、ニューラー、ルナトーン、チラッ！うわ、ダークライ GX。これなんだ？ RR だ。レアレアですね。ダークライ GX。レアレア。RR。値段がなんとたったの30円ゴミ、うんち。うんちカード。うんちカードですね。確か噂によると、あの、ボックスは絶対、あの、レアレア以上が3枚入ってるっていう噂は聞いたこと。実際かどうかは知らん。マダツボミ、ヤミカラス、なんだこれ。ライチ、自分の山札にあるポケモン GX を、2枚まで相手に見せて買って札に加える。あ、強いね。ライチ。ちょっと目つきが汚いけど。アローラキューコン。まあ、俺の好みの女性ではないな。ちょっと気持ち悪い。ちょっと、あの、汚らしい。ちょっと毒されてる。ウツドン、ワンリキ、ヤドキング、エレキブル。ただ逆にさ、あの、ボックスは3枚出たら、もう、1、2、だから、あと1枚か。3枚出たらもう楽しみがなくなるって思うと、なんか、なーって思う。バラで買った方がなんか、夢があるよ。バラで買った方がなんかその、あれがあるよね。ギャンブル、性があるよね。エレブ、モンメン、サンドパン、弱点保険。弱点保険、このカードをつけているポケモンの弱点はすべてなくなる。これノーマルカードですね。でもこういうグッズとかが意外と高かったりするんだよね。コメントでもあったんですけど、なんかグッズの方が実は高い。グッズの方が実は高いです、ね。まあ、ポケモンカードってやっぱり、まあ、遊戯王でいう魔法カードみたいなのですよね。ホエルコ、イワンコ、ソルロック、お、エルフーン、かわいい。まあ、モンスターカードだけで勝てるほど甘くはないってこと。アローラサンド、ヤドン。お、穴抜けの紐。お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。かっこ入れ替えは相手から行う。ベンチがいないプレイヤーは入れ替えをしない。なるほどね。これは結構使えそうだな。エンニューと、あの、ポケモンカード GB やってた身としては、あの、突風がすっげえ強かったよ、ね。突風がチート級に強かったよ、ね。
突風とさ、ポケモン入れ替え。それが、もう、4枚積みだっけ？あの、限界まで積んでた。お！来た！ヤトウモリ、ニューラー、そして、ヤミラミ、あ、ヤミラミじゃん。うわー、ゴミカスうんち来た！エンニュート GX。なんだこいつ。レアレアですね。こちらの値段が、30円。そんなこったろと思ったよ。まあでもアセロラ来たからもうすべて回収だな。9000。だって俺全部で、ポケモンカード、前回のさ、ポケモンカード開封動画と合わせて1万円分ぐらい使ったけど、ほぼ回収した感じするな。ネッコアラ、ロコン、ルナトーン、願いのバトン、なんだこれ。このカードをつけているポケモンがバトル場で相手の技のダメージを受けて気絶したとき、そのポケモンについている基本エネルギーカード3枚まで自分のベンチポケモン1匹に付け替える。あー強いな。一応、ポケモンカード GB の1と、ポケモンカード GB2 は俺僕持ってて、全部カードコンプリートした身ですからね。やり込んだあれは。全カードコンプリートした人間だから。一応。結構、ルールとかは大体わかってる。マダツボミ、ヨアシ、ホエルオ、レディアン。もう多分来ねえだろうな。でも、こっからなんだよ。レアレアこれが30円とかでしょ。だけど、実はこのさ、今全部開けた中のカードの中で、実は高かったりすんだよ。それが面白いんだよな。闇カラス、エレブ、あ！アセロラか。お、カプコケコじゃん。こいつ、強いらしいぞ。カプコケコ。これレア、モンスターカードです。まあ、じゃない、伝説、いわゆるあれ、サンダーとか、フリーザーとか、伝説系のポケモンです。レディバー、ヤブクロン、マニューラー、マーマネ。またお前かい。マーマネ。お前、マネマネみたいな名前だな。遊戯王じゃねえ。ドラクエの。モンメン、ヤトウモリ、エレキブル、ルガルガン。もうダメだ。もうノーマルしか来ないな、これ。もうノーマルしか来ないだろ、これ。やっぱあれだな、バラで買った方が。だってバラで買ったらこれアセロラ出たんだ。ただね、俺コンビニとか行ったけどね、なかなか売ってないね。バラとか。てかそもそもポケモンカード自体まともに売ってないって。5件ぐらいね、コンビニ回ったけどね、ポケモンカード売ってたのね、1店舗ぐらいしかなかった。2店舗ぐらいだったかな？1個が2店舗。ホエルコ、ヤドン、弱点保険。ああ、怪力来たー！これ4枚来てるじゃん。あれ？これ何枚来た？これ4枚来てるくせえな。運が良かった。怪力30円。せめて怪力、もうダブルのやめようぜ。マジで。なんでダブるんだよ。しかも同じボックス内でダブるのかよ。ざけやがって。はい、最後のパックです。イワンコ、ウツドン、ヤドキング、ソルロック。ということで、こっから楽しみ、お楽しみタイム。お楽しみタイム。いきますよ。ここにあるノーマルカード。このノーマルカードがいくらに化けるか。
では、とあるね、カードショップの、サイトを見て、あ。え、ちょっと待って。ノーマルカード全然クソみたいな価格じゃん。嘘。マジで。まあいいか。まあいいや。やべ。ちょっと嫌なもん見てしまったな。ノーマルカード全部ゴミ化するみたいな値段だ。値段設定してやる。ではまず。売れるのがアロラキューコンとカプコケコとカプテテフとマニューラと願いのバトンとアセロラらしいですね。それを探します。アロラキューコン。マニューラ。あ、マニューラ。え、これだよね。2円。これ、2円 ?2 円でも買い取ろうという姿勢はマジで。その意味不明な姿勢は何なの？マジで。よくわかんねえさ。その2円とかさ。2円でもさ、あ、アセロラ50円おぉ、これアセロラノーマルカード。50円。お、マニューラまた2円。あ、アローラ球根、10円。お、アセロラ50円。お、アセロラ。アセロラに感謝だな。願いのバトン。こっちにはね。頼むぞ。この中で一番高いの、カプテテフの100円ですね。カプテテフ、出たっけ？いや、出てねえな、カプテテフ。お、マニューラー2円。お、アセロラ50円、うめえ。お、来た、カブコケコ10円。もうほとんど金のためにこのポケモンカードを買ってる人間だから。あ、願いのバトンが20円か。でも結構あれだな。アセロラ当たるな。通常アセロラ。ノーマルカードアセロラ。お、アローラキューコン10円っていうことですね。なんかマニューラ当たりまくったな。2円のくせに大量に当たりやがる。2円のくせにっていうか2円だからな。ゴミはちょっと捨ててた。あーでもアセロラのスーパーレア出たから、よかった。さてと、お会計をしますか。まずはこのクソカード、クソノーマルカードのみで、かき集めて。ノーマルカードだけでいくらになったか。マニューラがゴミだから、これが2円。2円。マニューラ3枚当たってる。2円、2円、2円で全部で6円。そして、アセロラが50円が2、3枚も当たってる。これで150円。で、アローラのキューコンが2枚当たってるんで20円。で、願いのバトンが20円。1枚。で、カプコケコが10円なんで、これ何枚？ちょっと待って、いくらだ？
これで20円。30円、40円。50円。50円。200円。206円ですね。ノーマルカードのみで206円。206円です。206円の、206円、帰りキーが、30円。206円の、帰りキーが2枚当たったから、266円。266円の、エンニュートが30円だから、296円。296円でダークライも30円だから、296円で、326円。ルガルガン。326円の、326円で、ルガルガンが800円だから、1126円。1126円。アセロラが9000円だから、1126円。かな。やったー全部、帰ってきた。チャラになった。俺、前回と今回の、買った、このポケモンカードのやつが全部チャラになった。すべてはこのアセロラさんのおかげです。ははーって感じ。ははー、ちょっと曲がってるのがちょっと気になる。この、ほら。ちょっと曲がってる。これなんで曲がってんの？こっちとかは曲がってないんだけど。やっぱり、あれだね。ボックスで買ってるやつは曲がってないんだけど、単品、パックだけで買ったやつ。単品で買ったやつは曲がってる。ということでね。アセロラ当たったぜ！どうだ？その割になんか、あんまり実感が湧かないよね。本当にこれ9000円で売れるの？っていう。本当に売れるんだよな、このレリーフ仕様。でもレリーフ仕様ってかっこいいよね。遊戯王でさ、俺がめちゃくちゃかっこいいと思ったのが、レリーフのさ、レッドローズドラゴンだっけ？ローズレッドドラゴンだっけ？あれすっげえかっこよかった。最初当たった時マジで震えたもんね。なんだこれ！みたいな。何このカード初めて見た！こうやって触ってさ、カリカリするの。ギザ銃みたいな。ギリ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 って言うやつ。でもレリーフ2枚も当たったもんね。これもレリーフだもんね。だって。まあこれは売るかどうかちょっと、あれっす。わかりません。ちょっとわかりません。ということで、ごっつぁんです。ということで、ご視聴ありがとうございました。